はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。今回飲んでいくのはこちら、はい、サントリーロイヤルの15年となっております。はい、以前ねここにあるんですけど、サントリーロイヤル15年、これ青ラベルなんですけど、これ何が違うのかってこの人に聞いたんですけど、まあ大体いろいろ調べてみると、単なる容量違いこっちが 750ml に対して、この青ラベルは 700ml なんですね。もうほぼ同じなんですけど、大きさも若干でさ、こっちの方が少ないんですよ。でただこれめちゃくちゃ美味しかったんで、もう一本欲しかったんですよ。でじゃあせっかくだから15年買ってみようってこと でただ人によってはちょっと違いますよっていう人もいましたね。ただまあ同じウイスキーでもそのね、ロットによって違ったりするんで、まあ、個体差だったり、その例えば今年と来年とも、ね、味違ったりするじゃないですか、ウイスキーって。そのレベルだとは思うんですけど、それを名目に飲みたいがためにもう1個買っていました、はい、で動画にしようかなと思いました。はい、じゃあちょっとね早速開けていこうと思います。これ本当美味しいですよね。はい、はい、開けました。じゃあよし、おお、あー甘い匂い、香りは全く一緒ですね。はい、もうねめちゃくちゃ美味しいですよ、サントリーロイヤル15年12年も美味しいんですけど、ちょっと今度レビューね、こっちもうほとんどこれも結構で飲んじゃってますけどね。もうこれ売ってないんでね、もうあの腰扱いなんで、そんなに気軽に買えないんで、あんまりちょこちょこ飲んじゃいけないんですけど、はい、じゃあちょっと香りをね、ちょっと今度比較動画もやりますけど、とりあえずこれ単体で、うん、いい香り、私大好きこれアルコールのビリビリ感はあるんですけど、コクとか甘さがほんと美味しいですよね。じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。いただきます。乾杯。うん、あーほぼほぼ同じなんですけど、ちょっとあのこれ飲む前に少しこっちもあのこっちのねやつも飲んだんですけど、違うっちゃ違うかな。うん、ただこっち開けたてなんで難しい。まあ同じだけども、なんかこう開けてしばらく経ってるから味って変わるじゃないですか、その魚。うん、うん、あ同じかな、私は同じに思いますけど、でもね、違いを言えって言ったら、こっちの方が、なんかさっぱりしてるような感じがするかな。いや、そんなことないな。美味しいな。ちょっと加水してみましょう。はい。ああ、香りがすごいいいですよね。アルコールのビリビリ感はあるんですけど、そんなのもうガン無視ですね、私ね。むしろアルコールのビリビリ感とこの雰囲気が好きみたいな感じになってきましたね。なんかブレンデッドなんで、モルト、これはね、あの響きのジャパニーズハーモニーとも飲んだんですけど、こっちの方が全然美味しいですね、ロイヤル15年の方が。ちょっとうん、ふわーってこう開きますよね、香りが。あ、わ、おい、ちょい加水美味しいな。うん、もうちょっとトライサップぐらいに、よいしょ。ああ、ほんといい香りですよね。こうシェリーダルチョソならではの高く甘く華やかに舞い立つ方向と重厚で滑らかなコクが特徴。もうまさにこの通り後ろに書いてあるこの文言通りですね、ほんとね。あー、ちょっと音もかせるね、まあちょっとまた後で。はい、さあさあ、うわあ美味しいな。うん、これはね、
まあ、ウイスキー上級者の方はもちろん知ってると思うんですけど、初心者の方でもロイヤル15年をたまたま酒屋さんで見つけたり、あの古酒とかで見つけたら本当買っといた方がいいです。でこれ黄色で SR15 年って書いてあるサントリー SR って書いてあるあるんですよ、サントリーロイヤルって。で特区表示ので、それはあのなんかこれとはまた別物なんで、まあ、美味しいと思う、私飲んだことないんですけど、やっぱりロイヤル 15年12年とか そっちの年数がついてる方が全然美味しいみたいですね。はい、今度 SR 普通の特急表示もちょっと飲んでみたいですけどね。はい、一応ね、もう古酒なんで、在庫があるかどうか分かりませんけど、一応概要欄にあればリンク貼っておきたいと思います。はい、あとね、モチベーションアップのためにチャンネル登録とグッドボタンと何卒よろしくお願いいたします。はい、あと各種 SNS やってますね、 Twitter、Facebook、Instagram、概要欄の方にリンク貼ってありますので、お気軽にフォローいただければと思います。はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、今回はサントリーロイヤル15年の金鍋とね、を飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。